琉金は、金魚の一品種。丸みの強い腹部を持った、ずんぐりとした体型と、優雅に伸長する尾びれや、角ひれが特色である。寸詰まりで体抗のある丸い体、角ひれが伸長し、特に尾びれは長く発達する。体色には、諏訪花のさらさ、白、桜がある。赤、青、紫、黒、白などが混じるものは、キャリコや、キャリコ琉金として扱われる。 尾のタイプも三つを四つ尾がある。泳ぎが比較的ゆっくりとしており、和筋同様ポピュラーで人気の高い種類である。特に長野県の飯田さんは赤色が濃いことで人気を集めている。尾ひれが扇のような形状からファンテールゴールドフィッシュの英名が付けられている。突然変異の獅子頭流金を改良したのがまるでタイプのオランダ獅子頭であり、こちらも 流通量は多く、人気の高い品種である。中国で和菌の突然変異で出現した尾びれの長い個体を、淘汰し、固定化された品種。江戸時代の安永天明年間に、琉球経由で、薩摩に輸入された金魚である。そのため、品種名に、琉球の一字が使われている。まるでのタイプの金魚の代表として飼育者、流通量も多い。飼育は簡単であるが、 餌の与えすぎ等で転覆をする個体が多い点は否めない。これを守れば飼育に関しては問題はない。中国産の個体は尾ひれが短く、日本産の個体との混姻は進められない。代表種はキャリコリュウキンであり、三色デメキンとの交配種である。他には定かではないが、トサキン、和刀内等がある。キャリコリュウキンは金魚賞、秋山吉五郎の手により、 流金と三色で目金の後輩子として明治時代に作出した。当初を気に入り購入したフランクリン・パッカードがキャリコの命名をしたことにより、キャリコを個体として呼ぶときはこのキャリコ流金を指すことが多い。流金流金キャリコ流金上下、横から見た流金。ありがとうございます。